私の個人的な用事のせいで中断してしまって。あなたってば珍しくはしゃいじゃってたもんね。お姉ちゃんも微笑まーな感じで楽しませてもらったわ。微笑まー。はい、かなたくん正解。しかし、知れば知るほどすごい技術だな、ハーモニクスというのは。ビッグデータを作曲に活用するなんて、まさか実現するとは思わなかったよ。あんなものを引っ張り出してくるなんて、一体どういうコネを持っているんだ君は。リツさんって言ってましたっけ。一体どんな方なんですか。名前は柳沢律。あなたと同じマンションの住人で、昔よくお世話してもらってた女性って話よ。待て、今何て言った。柳沢律だって。知ってるも何も、柳沢律は著名なエンジニアだぞ。 GNC の特別研究員で、台場の VR 関係の統括責任者だ。先輩がよく言ってたリッツさんって柳沢さんのことだったんですね。私もお父さんを通じて一度お会いしたことがありますよ。だがヤマハの協力者があの柳沢女子なら、ハーモニクスの件も納得だな。ハーモニクスでこれだけの反応なんだから、例の未来予測ってかなりヤバいんじゃない。未来予測？何ですかそれ。リツさんの実験にもいろいろあるのよ。言えないこともあるみたいだから、そこは我慢してね。気になります。女の子のプライベートを詮索しちゃダメでしょ。デートよデート。素敵な男性との相引きに決まってるわ。素敵な男性とお会いするという点は間違っていませんね。うそ、冗談で言ったつもりなのに当たってた。安心してください。素敵な男性といってもお父さんですから。あなたってば露骨にほっとしてるし。かなた先輩も意外と可愛いとこあるんですね。そうなのよ、うちのかなたキュンは結構可愛いんだから。私はこの辺で。あれ、お父さんとの待ち合わせってここなの。いえ、場所は決めてないんです。仕事が一段落したら連絡をくれることになってまして。そうなりますね。だから余計に申し訳なくって。ならうちのカナタをアスカちゃんに貸してあげましょう。一人で待つのは寂しいでしょ。いいんですか。
愛い後輩とデートできるんだし、約束よ約束。チューの一つも決めちゃいなさい。チューって。分かってます。そう簡単に唇を許すような子じゃありませんから。じゃあ私は野暮用があるから、あとはお二人でこゆっくり。気になりますね。フーンさんこそ素敵な殿方とデートでは。違うって。お世話になってる人から連絡来ることになってるのよ。そういうことだから、私はこれで。彼方はしばらく帰ってこなくていいわよ。それじゃあうちの彼方くんをよろしくね。ことでは、クオンさんがアーなのは分かってますし。はい、よろしくお願いしますね、先輩。何でもですか？そんなの当然です。クオンさんみたいなこと言わないでください。ピュアソングガーデンのこと、台場全体で盛り上げてるみたいですね。会場の準備も進んでるみたいですよ。グランドセンターデッキにもステージが作られてますし。そうしましょう。お父さんがいるかも。先輩も見るの初めてですか？お父さんはいませんね。となるとここで設営を眺めてても時間の無駄ですね。わかってます。でも私はもっと有効に楽しみたいんです。行きましょう、カナタ先輩。いい眺めです。そう思いませんか、カナタ先輩。私もこっちの方はあまり来ないんです。だから景色が新鮮で。今日はいい日です。思いもかけず先輩とご一緒できましたから。
先輩。実は私、ずっと言いたかったことがあるんです。私、先輩のこと、その、好きなんです。好きです。先輩の声が。先輩の声ってすごくいいですよね。あまり低くないですけど、私好みのクリアな声質で。ナンバーワンはずっとお父さんだったんですけど、最近は先輩の声の方がいいなって思ってるんですよ。なのでお願いします。先輩の声取らせてください。やっぱり嫌ですか？二次使用はしませんし、するときはちゃんと連絡しますよ。無許可で隠し撮りするのは個人的に好ましくないので、できれば心よく撮らせてくれると嬉しいんですけど。おっしゃる通りです。このマイクは高性能ですが、ノイズを拾っちゃいますしね。こういう場所、落ち着きますね。見てください。小鳥も日向ぼっこしてますよ。VR で野鳥の説明があるみたいですよ。写真を撮って送信すると何の鳥か教えてくれるみたいですよ。お、白石霊だそうです。名前は聞いたことありますね。白石霊ならそんなに珍しくもないですから。それはちょっと気になりますね。私のライブラリにもヒナの鳴き声はありませんし。カナタ先輩、撮りましょう。巣を見つけたらきっとヒナもいますよね。そう、それは気合で。できるんですか？画像データを受信したタコ。白石霊。位置情報は臨海区潮風プロムナード公園タコ。では未来予測開始するタコ。の結果が出たタコ。 A 地点 68%、 B 地点 14%、 C 地点 5%。
これ。とにかく行ってみましょう。マップで示されたのはおそらくこの木ですよね。見つけました。あれじゃないですか。セノビちゃん全然届きませんね。えいった。そうです、はしごか脚立を借りてくれば。本部？わかりました。では失礼して。いただいたことは私も嬉しかったですから。恥ずかしかったのは我慢しますね。それより録音していた間にお父さんから連絡があったみたいで、もうすぐこっちに来るそうです。